もう返せません赤崎です。降りしきる雨の中で必要です。よろしくお願いします。はい、さあ今回こちらです、うん、ね、おっと、うん、どこだこれ、ね、商店街、商店街、北区赤羽なんですけども、うん、ちょっとずずいずいずいっと寄ってくと、はい、おー、こんなところに二郎ラーメンと二郎ラーメン看板だけ立ってるんですよ。はいはい、ラーメン二郎でも二郎系ラーメンではなく二郎ラーメンはい、でさらにちょっと歩いたところの角にですね、あ、出ました、スナックいやいやいや、わかんないわかんない、来ましたね、今話題のスナックの厨房をマスター、あるマスターが、あの、ちょっと借りてオープンするんですけど、市長いや、これ知ってるけど、これね、うまいぜベイビーなんてのがね、書いてあります。なるほど、マー油でおなじみのね、なんつってじゃねえかよ、なんつって。ただこちらね、あの、二郎系ラーメンなんちゃってみたいな、シャレなんじゃないかっていう、いや、むずいね、コードの暗号じゃないかという。そうだ、見つけは看板多すぎだろ、ほんまね確かにね、謎がすごい隠されてる、ね、中はこんな感じでございます。スナックだな。そう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 、あの、別に改装とかしてないんで、本当に曲がりしてるだけみたいな、ね、そのままメニューいきますけども、うん、まず二郎ラーメンというのが1000円なんですよ、うん、はい、で、マシマシにすると300円、ということで、これが一番量が多い、はい、で、その次がちっちゃいのがですね、こちらの、まあ、ジロープレミアミ、プレミアムマシマシサービスラーメン、うん、ね、これ量少ないです、名前の割に、777円、はい、ね、名前的には一番強そうだけども、うん、で、その次が一番少ないサービスラーメン490円、すごいね、490円、良心的だな、そう、うん、これはまあ、あの、トッピングとかすると全部有料になるよ、なるほどね、元のやつ、そうそうそう、で、ちなみにスナック本来のメニューもあるんだけど、頼まないで、うん、ラーメンだけ食べて入れます。あ、そうなんだ、そうそうそう、別にスナックとしてのあれはもう大丈夫なんで、ちょ、あ、もうダメ、気になっちゃってるよ、もう、うん、もうカゴに乗った、うん、ね、やつがあるんで遊べよって一味と七味だ終わったこれは楽しい、うん、というわけでチャックの、おー、すごいいいですね、そう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 、ちゃんとこの受け皿も用意してくれる、うん、こちらが二郎ラーメン1000円で、今回は撮影しますって言ったのサービスでもうマシマシしちゃうよってことで、マスターありがとうございます、ね、え、七味がデフォルトでかかってる、デフォルトでね、そう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 、ちょっと蒲田の二郎に似てますね、少し、はい、サービスで温泉卵もついておりますよ、すごい、ね、え、というわけでいただきます。謎の輸入割り箸英語がいっぱい載ってる割り箸でございますけども、まあ、麺をね、ちょっとまずは見てください、うん、ね、ほな、結構な極太縮れ麺、うん、本当だ、二郎の麺だ、いや、そうなんですよ、やや方ですっごい歯ごたえのしっかりした麺でした、で、まあ、デロイン希望の時はマスターに言えばですね、うん、そしてくれますんで、あ、その辺の調整も、そう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 、で、上に乗ってるね、このニンニク七味豚、うん、なんです、豚なんだ、そう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 、まあ、おろしニンニクを豚ごと包んであってですね、はい、これはこれでもう一つの料理として、なるほど、めっちゃうまかったです、なるほどね、あの、いわゆる、まあ、煮てあるあれ豚じゃないけど、バラ肉の薄いやつだけども、うん、もう失礼しました、もう本当にね、想像以上にうまいですこれ、はい、確かにあの外観はなかなかね、なかなかねって思っちゃうけど、マスターもう中華料理店ですか、ラーメン店で何十年も、あ、そうなの、そう、料理人として振るってきたんで、本当に美味しいですここは、で、まあ、サービスも全然頼むんですが、あ、あ、ゆきこままがつけ、こっちにつけた方が、あー、なるほど、言ってくれたんで、別皿がおすすめですよつけた方がいいんじゃない、このスナックならではの、ならでは、そうだね、どうするとき、え、うん、大丈夫、声入っちゃって、むしろ大丈夫ですか、あ、大丈夫ですよ、全然、姿が映って大丈夫か、全然大丈夫ですよ、よろしいですか、全然大丈夫ですよ、どうも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 、そしてこちら、こんにちは、あ、どうもどうも、相席をさせていただいております、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、いいですね、こうスナックっていうのがまたちょいでね、おじさまたちにちょっと囲まれつつ、人情の町やで、そうだね、そうそう、まあ、赤羽でディープスポットで行くとこういう楽しみもあるんですね、で、温泉卵は黄身が濃いんで、うん、器に投入するよりもやっぱりママの言う通りにした方が美味しいよということですね、うん、ね、で、あのギャバンのこんなでっかい、うん、ね、はい、ポンド缶のバックペーパーもあるんですよ、本格的ですね、ここだけはもう本当の汁と同じぐらいポテンシャルですけど、確かにいつもと紹介一緒だもんね、いや本当だ、そう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 、そういや、七味に加えてね、生姜の効いたユキコオリジナルスープ、これが胡椒にもよく合うんで、うん、
ねえ、これ節子って呼んでる人いますね。ゆき子なんで。ゆき子ね。気をつけてください。いやすごい、スープも飲んじゃった。ごちそうさま。顔にしちゃったよ。なるほど。そう。まあ、スープとしては、ジローの味というよりは、もうマスターオリジナルのスープと言った方がいいかもしれない。ああ、確かめたい。マシマシの麺としても、マシの麺が高い。平均的なもうマシのレベル。すごいな。そう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 。その後、スナックですよ、これ。確かにね。お酒飲める方はもうバンバン行っちゃっていいんで、あの、まあ、これゆきこママが、うん、ママの喋り方なんですよ。はいはいはい、はい、独特の、ね、そうそうそう、ね、やっぱりジロー食べるってなったらコール聞かれるじゃん、うん、その時にママの言い方だと、うん、好みはあるの？ゾクってしちゃう。これ新感覚だな。そうなんですよ。なので、まあ、マスターはなんかもう独立してお店を出したいというふうに。あ、そうなの。そうそうそう、探してらっしゃるんで、テナント募集してたら声かけてなるほど。というわけでゆきこさん、ごちそうさまでございました。トゥラッ、はい、